ミスターまゆみさん、おはようございます。いつもお世話になります。今回ですね、トヨタラブ4の動画が送られてきたんですけども、多分動画の URL を差し替え間違えたのかなと思って、まあ、探してですね、ミスターまゆみさんの83を見つけ出しました。で、今回はですね、やっぱ人は やらない理由を探し出す名人だというようなね、形でアンサー動画をいただいたんですけども、そうなんですよね。結構ね、やらない言い訳っていうのは見つけやすいんですよ。で、そういうことを考える暇があるんだったら少しでもやれよっていう感じすると思うんですけども、いや、逆にですね、こういうような考え方もできるんですよ。自分ができない理由をたくさんこうやって見つけたらね、それを一個ずつ、まあ、動画にアップロードしていくという形ですよね。そうすると多くの人の共感を呼んで、ああできない理由分かるなとかね、この人分かってくれてるなみたいな感じで、やっぱりアクセスは取れると思うんで、なんかね、ダメなことすらネタになるんですよね。自分がダメなことすらネタになるってことですよね。だからそれを使っていただきたいかなというのと、あとね、今回、私東京の方に来てたんですけども、昨日京都ね、やっぱうまくいってる人って今 YouTube なんですよ。 YouTube で集客して YouTube で販売するという YouTube オンリー経路ですね。これがかなりうまくいってるんで、今までも YouTube の利用っていうのはね、あったんですけども、この2019年っていうのが最も YouTube がうまくいく時代なんじゃないかなと思います。まあ、この時期にですね、YouTube をこう楽しめる人っていうのは、まあ、成功へのね、近道を手にしてるんじゃないかなと思います。まあ、逆に言うと YouTube を使わない戦略っていうのはかなり厳しいですよ。で、現在日本ではですね、YouTube を使って国政政党に、まあ、なった、そんな、ね、方もいるんですよ。しかもお二人もね、今国政政党9個あるんですけども、そのうちの2つがですね、令和新選組っていうところと NHK から国民を守る党って、この2つはですね、 YouTube だけで政党を取って YouTube だけでお金を集めてるんですよ。やっぱりここまで来てるってことは時代が変わったんだなと思いますし、逆に言うとですね、 YouTube を使わずに選挙活動している政党っていうのはこれからどんどん消えていくんではないかなと思うんですよ。そうなんですよね。我々の時代はまだしも次の世代、現在の10代とか20代とか30代の世代っていうのはテレビはほとんど見ないけども、1日の大半を YouTube 見て過ごすっていうね、そんな世代ですから、その方たちが見るもの、これが10年後20年後になったら、まさにね、テレビっていうのは面白いコンテンツがないとかね、早送りができないとか、一時停止がないっていうようなね、そんな形で選ばれなくなってくるのかなと思います。じゃあ今のうちにですね、 YouTube に自分のチャンネルがあるっていうのはどのぐらい有利かってことが分かっていただけるんじゃないかなと思いますよね。それでは今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。